はい、続いてツリー業界をどう思うか、特に今後ですねどう思うかということについてお話ししていきたいと思います。でまずですね、ツリー業界は残念ながら10年20年30年かけると衰退していく産業であるというのは明言しておきたいと思います。でなんでかっていうと、まあいわゆる3減る、まず人口が減る、それから釣り場が減る、4減るだ、人口が減る、釣り場が減る、魚が減る、Go to the hell みたいな感じで、まあね、残念ながらね、避けられない運命にあるのかなと思ってますね。で、魚が減るは、釣り人が団結して、政治力を持って、水産業を変えていけば、増やせるんじゃないかなと思ってます。で、魚が増えて釣りが盛り上がってくると、それをね、経済的に、行政とか政府が認知して、釣り場が増えるっていう、だから今の悪循環を戻す起点になるのは魚が増えることじゃないかと思ってるんですが、今度は漁師さんとかの兼ね合いもあって、で漁師さんはねもう今日本で十何万人しかいないんですけれども、まあ、その十何万人と550万人の差がありながら、残念ながら政治における力はね漁師さんの方があるかに高いっていうのが現状なので、まあ、そこはね自分も他の動画でやってる JSA とかそういったことでね何かできないかなっていろいろ活動してるんですけど、まあ、今の現状このままいくと衰退していくのかなっていうのが釣り産業です。ただ今1500億円ある産業がじゃあ10年後多分ねどんなに衰退しても100億以下とかないと思うんですよね。900とか800億円になるかもしれませんが、でもまあ800億円だとしても業界シェア 10% 取ったらね80億円ですから、まあ食ってくるっていうか、そんな100分の1でもね8億円ですから、まあそんな感じで言えば自分たちが働いてね、例えば500万とか600万の年収を稼いでいくって点で言えば、まだまだ何十年も食いぶちある業界かなと思ってます。だから衰退産業だから就職するのをやめるっていうのは考えなくてもいいのかなっていうのが個人的な考えですね。で釣り業界ね、もう一つねデメリットというかメリットでもあるんですけど、まずデメリット的な視点で言うと変革がないんですね。イノベーションがないで、例えばイノベーションが激しい業界ではインターネットの世界ですね、ネットの世界、マーケティングの世界、ウェブの世界なんかはもうどんどん新しいサービスが生まれて古いサービスを駆逐していくんですね。だから自分の中ですごい衝撃だったのは、着メロって昔ガラケーだった時代に着メロがあったじゃない。で俺もね着メロ好きで、自分の奥さんはこの曲ってもう鳴っただけで奥さんってわかるような感じで、仲いい人達郎はスネ夫のテーマとかねこう設定して、スネ夫の音楽だったらまあ達郎だみたいな感じで自分楽しんでたわけですよ。だけど iPhone の登場により、なぜか日本人あんなに着メロ好きだったのに、スマホになった瞬間着メロ使わなくなった。で何が起きたかっていうと、着メロマーケットが消えたんですね。で多分ね数百億とか下手したら1000億あったと思うんですけど、それが一瞬で消える、それぐらいインターネットの世界は生まれ変わりが激しいんですね。だから当然着メロ会社で働いてた人は転職する羽目になってたはずなんですね。だけど釣り業界は何も変わらない、昔からずっと変わらなくて、なんでかっていうと魚が変わらないからなんですね。魚が変わらないってことは、魚がね人間のように進化しないので釣り方が変わらないんですよ。で40年前の俺が小学校を読んでた時の釣りトップとかと全く同じ内容で今の釣り雑誌が出てる。シロギスはお磯目で釣るのも変わらないし、カワハギはアサリをつけて釣るのも変わらない。で35年前の村越正海さんが音体がね書いたシーバスフィッシングって何ぞやみたいな本があるのね。そこに加工でフローティングミノを投げたらハンドル1回転に10秒かけるぐらいでゆっくり巻くんだと、そうすると突然当たりはやってくるみたいな感じで、言葉は違うけど書いてる内容は全く今と変わらない。それぐらいね、だから魚が進化してないんで釣り方が進化してない、だからそれがイノベーションしてないって思えばデメリットかもしれないけど、一方で成長しないでもやっていけるぬるい業界でもあるかなと思ってて、例えばネットの世界だとそうやってどんどんサービスが生まれ変わるんで、エンジニアの人なんか多分20代の時使ってた言語を使って未だに仕事してる人はいないってぐらい、どん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 新しい言語が、プログラミングのね言語が生まれて、どん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 習得していかないとついていけないわけです。だけど釣り業界は35年前村越さんがたどり着いたフローティングミノのデッドスローが未だに通用するわけですから、多くの場合仕事のうちの半分ぐらいはそうやってイノベーションなしでやっていける。で他のもう半分のね、じゃあそこの電話を使うのかファックス使うのかネットを使うのかとか、そういったツールとして進化していけば対応できるんで、
釣り業界の人は成長したくない人にとっては転職かもしれないなと思いますね。魚と一緒でいいんで、こうそんな気はします。魚がね、なりたいな魚はね、幸せだなっていつも思う。特にね、根魚、まあ、ダイバーしか来ないような根魚が最高だよね。モロコとか幸せそうじゃないか。ぼーって一日ちょっと上見てさ、今日晴れてんなとか曇ってんなぐらいだと思うんだよね。そんなね、魚も幸せそうだなって何の話だ